ンポン。どうも、世界的大スター、ゆずきゆかりです。何こいつ、ボイスロイドの神、ゆずきゆかりがお送りする。何こいつ、ボイスロイド新人身振り大会。おい、やめろやめろ。どうしたの、アカリング。誰がアカリングだ、やめろ。いやいや、ビビんなよ、新人よ。アカリちゃんは甘い、その甘さ。ゴーヤチャンプルにも劣る。苦そうですね。お呼ばれ社会なめんな。せめて盾で割れやボケなす。では最初に紹介するのはこちらの女の子だ。ああ、始まってもうた。エントリーナンバー1。ついに登場、ツインで登場、ついついついがちゃーん。煽り文句だっせ。では自己紹介をどうぞ。これはデモ音声です。ここにお好きなテキストを入力してください。テキストを入力した後は構成ボタンをクリックしてください。あら、可愛らしい声やな。声優門脇舞さんの声を元に制作した明るく可愛らしい声が特徴のボイスロイド、ついがちゃんです。ちなみに門脇舞さんが演じているキャラクターで一番有名なのはフェイトシリーズのイリアスフィールですかね。ああ、あのバーサーカーっていうでっかいの連れてる女の子な。その他にもロロナのアトリエのロロナ、ストライクウィッチーズのサーヤなどなど、様々な役を演じられている有名声優さんです。おう、そうなんやな。確かにめっちゃ可愛い声してたもんな。なあ、もう一回声聞かせてえな。もう欲張りさんですね。ではついなちゃん、どうぞ。ああ、だっぴー。待て待て、あれ、声変わり急だな。すみません、まだソフト買ってなくて。お前いつもソフト買ってねえな。おい、そこの建築人じゃモテねえのかよ。早く買ってこい、ほっとのやつな。おい先生、あんなこと言っとるで。新人にビシッと言ったりーな。まさかが泣かせてくださいよ。大丈夫かいな。こらー。うおーい、お茶です。お前、ありがとう。え、こんにちは。デモ音声に見せかけてデモ音声ではない、ついなちゃんです。うおー、この声聞いたことある。あれやって、バーサーカーのやつやって。やっちゃえ、バーサーカー。うおー。